平野紫耀ソロで再起も、ジャニーズ屈指の歌唱ワンダンス力が武器。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キー・エヌ・ジー・アンドプスの平野紫耀、キシユータ、ジングーが22日限りでグループを脱退した。 同日付でジャニーズ事務所を去った平野と神宮寺、9月30日に退場する騎士は、どのような形で芸能活動を続けるのか。金プリとして活動を継続する長瀬、高橋と共に今後を展望した。平野はジャニーズ騎士の歌唱案ダンス力が武器。その実力は、ジャニー氏にエリートとして認められた折り紙好きだ。ジャニー氏やファンと約束した。 海外で活躍できるグループになるという夢はやれ、目標を失った、とまで語ったが、ソロとして再起を図ることに。世界的俳優、ウィル・スミス、54が所属する米事務所に入った岩橋のサポートを受ける可能性もある。神宮寺優太、充電機関か、国内で仕事を再開することが濃厚。 q n g ブスの平野市を、岸優太、神宮寺優太が22日限りでグループを脱退した。同日付でジャニーズ事務所を去った平野と神宮寺、9月30日に退場する岸は、どのような形で芸能活動を続けるのか。金プリとして活動を継続する長瀬、高橋と共に今後を展望した。 神宮寺は昨年11月の退場発表時にメンバーがこの先岩橋の後に一人でも退場する話が出た時に自分も退場すると決めていたと告白。騎士や平野とは違い目的のある退場ではない。それゆえしばらくは充電期間を設け今後の活動方針を熟考することになる。 国民的、彼氏の王子様的な異名を持つルックスや高青年の人柄を活かし国内で仕事を再開することが濃厚だ。長瀬連・高橋山二人で新たな金プリ直近の史上命題は5人の金プリのイメージから脱却脱却。q n g o ブスの平野市を、岸ユ太・タ、神宮寺勇太が22日限りでグループを脱退した。 同日付でジャニーズ事務所を去った平野と神宮寺、9月30日に退場する騎士は、どのような形で芸能活動を続けるのか。金プリとして活動を継続する長瀬、高橋と共に今後を展望した。23日以降も金プリに残る長瀬と高橋の活動内容は、基本的にこれまでと変わらない。 ライブや俳優業、バラエティ番組の出演などでアイドルとして幅広く活動していくと見られる。直近の史上命題はいかにして5人の金プリのイメージから脱却するか。そのためにできるだけ早い段階で2人体制としての活動方針を示すことが必要となる。 類いまれな歌唱力でグループを牽引した平野と騎士が不在となり、ライブで違う魅力を見せられるかも課題。図としてのパフォーマンスを構築することが急務だ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。